佐藤九段のフリーダムキープワイテレビっていいな。どうも佐藤兄弟のフリーダムテレビです。おしゃれだねお前の部屋。だから住所教えたくなかったんだよ。住所今から読み上げていい？やめろあ、ここです。出すんじゃねえよファンレターとか、いろんなものここに募集してますいろんなものとかやめろ。お願いします。まあ、ともかく私の自宅で動画撮ってます。M1 グランプリ出場ドキュメントあら俺メインですか、ついに。もう皆さんの記憶からもうほとんど消え去ってるんじゃないかなと思われますが、ね、昨年はですね、こちら宗介さんと、あと国語専門塾美学の伊藤先生ね、はい、国語先生というコンビをね、はい、結成しまして出場しました M1 グランプリ2023ですね、はい、実はカメラが密着しておりました。熱かったねー。二重の意味で熱かったね。はい、では、はい、一体どんな様子だったのかということで、まあ、早速 VTR ご覧ください。まあまあそうな。今日はフリードムテレビの収録なんですけども、ソースいないっすね。どこ行ったかな。やめねえこの夏がやってまいりました。あー、鬱陶しいタイプの夏だ、今日。あの夏です。どの夏かわかりますか。どの夏、いや、ちょっと、俺ちょっとよくわかってないんで。はい、 SSK ラジオ M1 出場プロジェクト、イエーイなんと、佐藤壮介が、あの漫才頂上決戦 M1 グランプリに出場。果たして、どんな相方とどんな漫才を披露したのか。M1 出場プロジェクト。ではまず、なぜ宗介がこの M1 グランプリに出場したのか。きっかけは一昨年の年末に行われた忘年会でのシーン。一個案は出そうか。 M1 出場相方は、相方は、うん、国語専門塾美学の伊藤先生。え、大丈夫。伊藤先生って最近、はい、お笑い路線なんですよ。宗介が組んだら、うん、結構面白いんじゃないかなって話になって、漫才として面白くなるんじゃないかなっていう、うん、こういうやつがやりたいみたいなあるだろう、うん、まあ待て、これ真面目に何をやろうとしてるんだよ、M1 を。国語漫才みたいな。国語漫才か、そうそうね、楽しい日本語みたいな。ちょっとやってみるか。そう、放課後シャウトの出演者としておなじみ伊藤先生を相方に迎え、宗介と漫才コンビを結成し、本当に M1 に出場することに。そして予選当日、相方の伊藤先生がネタ合わせに登場したのである。もうやる気ないもん。伊藤と申します。国語専門塾美学の副代表しております。はい、会社役員の方ですよ。そう書くとちょっと面白いな。今時間が1時半。はい、おそらく出番が3時半以降。はい、もう2時間切っております。で、さらに言うとネタが完璧に完成したのは今日の朝、ね、さらに言うと相方に会ったのが昨日初めて。急遽結成されたこの宗介と伊藤先生のコンビ、大会前日に初対面を果たしていたのである。そんな彼らの初めての顔合わせにもカメラがしっかりと密着していたのである。お疲れ様です。何も私は一切聞かされていなく、はい、偽用水と、はい、こちらの仕業ということで、はい、いや僕なんてもうあれだよ、そこ覗いたらカメラ構えてるんだそうですね、おかしい人でしょうか、ね、ほぼ僕はもう、はい、はめられた側の人間。オープニングで説教だね、マジで。一つ聞いていいですか、うん、初対面ですよ、本当に。いや初対面です。いやもう、そっくりだよねでも、あれでしょ、1回で終わるやつでしょそれ。いや2回戦いくかもしれないですよ。いやうちの娘はもう本当にやめてくれと固くなりにいかないからって普通に考えても娘の立場からしたら、自分の父親がねM1 の予選にね突然出されてね、父のネタを見なきゃいけない、しかも滑るだろ滑る前提じゃん。明日でしょ、おかしいだろ。で明日なのに、まあ、今初対面で今からネタ合わせ。そう、これ2回戦いったら逆に申し訳ないっすよ。
うちの妻がよく言っててね、あの真剣にやってる人に申し訳ない。さあコンビ名もね、番組の中で決めまして、国語先生です。国語先生ね。で、まあ、その国語先生っていう、まあ、名前に合ったネタをお渡ししてブラッシュアップして昨日の朝できたと。時間もないんでネタ合わせやっていきますか。じゃあお願いします。大会当日のネタ合わせがスタート。ブラッシュアップされたネタを一つ一つ丁寧に確認していく。そして会場に到着。この話ですよ。真面目にやってますからね。真剣な2人。なんだろうね、この緊張感ね。緊張してんねいや、それ緊張するわ。はい、どうも、国語先生です。私が現役の国語シートです。ね、人生終了ですよね。ね、はい、はい、はい、ちょっと待って、はい、飛んだあとちょっと距離遠いです、2人。あ、見てて、もうちょっと寄ってね。マジでちょっとね、リアルに余裕がなくなってきた。こういうことね、白くなってくのって。はい、いいです。どうぞ。よい。どうも、国語先生です。元気の国語講師をしています、伊藤です。納得のいく漫才ができるよう、本番ギリギリまでとにかく練習を重ねる。ライバルたちがこの辺やってますよ、皆さん。もう周りからしたら我々ライバルとも認識はされてないと思うんですけど、頑張らせていただきますんで、お願いします。ネクタイ久しぶりすぎて、長さが合わないよ。うちの塾ではスーツ着ないからさ。あ、そうなの。そう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 、私服の超ラフな感じ。あの面接の時だけジャケット羽織ったりとかするけどね。そうじゃなかったらガチスーツってなるともう、もう本当に前職以来だね。それを着る場がこれおいって。15時25分 G グループの方ご案内いたします。思い出してちょっと緊張してきたな。国語先生、いよいよ M1 の予選会場へ。彼らは一体どんなネタを披露したのか。それではそのネタを僕とご覧いただこう。どうも、国語先生です。私が元気の国語シートです。すいません、すいません、あのただのケビン佐藤です。どうも。ケビンって。ケビンね。はい、すいません。カムじゃないでしょ。日本人です、佐藤。はい、もう自己紹介からカムじゃないですよ。すいません。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、僕あのことわざを教えてほしいんですけど、伊藤先生、いいですか。ことわざね、はい、あの昔から言い伝えられてきたあの言葉ね。そうです。いいですよ、教えましょう。ありがとうございます。じゃあこれから言うことわざを一緒に復習してください。わかりました。はい、じゃあまず一つ目、はい、腕のある人もたまには失敗すること、はい、猿も木から落ちる。シャブをしたら落ちる。いや、確かに道を極めた人がシャブをやってね、転落することもあるけれど、いきなり最初から噛みすぎでしょ。じゃあ次は、2つのものを同時に手に入れようとして両方とも手に入らないこと。アブハチトラス。アメフト部。いや、確かに薬も草も両方手に入れて両手に手錠をかかってしまった、あの人。で、某大学のあれですよね。で、それもシャブに。じゃあ次いきますよ。はい、お願いします。じゃあ物事を達成するには長い時間がかかってしまうこと。桃栗さん年かけ8年、岡田阪神 V やねん、ね、いや確かに今年の阪神の調子なり優勝してしまうけれども、北海道だしファイターズ応援しません。いや、日ハム新庄無理、絶対無理、新庄は無理、新庄は無理。ここにファイターズマンいるんですけど。無理無理無理、絶対無理。ちょっと休みなさいよ。無理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 。いや、辛くてもね、頑張っていればいつかうまくいくかもしれない。一応にも3年ってことわざもあるでしょ。2秒は無理させだって僕滑舌も悪いですけど口も悪いです。おだつんじゃないよ。ありがとうございました。まあこれは滑るな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やってやりました。やってやりました。あのね、なんていうのかな、もう時間の制約もそう。ステージから客席を見てる余裕もない。局長の顔だけ見えたけど、なんか腹立った。終わった後、控室戻るじゃないですか。知らない顔だけど、お疲れ様ですって言うね。みんなこうやってね、もう仲間だよ。みんなね、だからすごい大変な思いしやってんだなっていうのはすごくやっぱり伝わってきたし、あとやっぱりこれね、やっても本当にこんな思いをしてね、やっぱ思うことはあのお前ら覚えてるよ。そんな感じで本当に今日はありがとうございました。いや、もうお疲れ様でした。もう本当に戦友だね。戦友ですよ。いや、なんかね、はい、思い出しちゃったね。
だから原案は僕が書いてブラッシュアップしてもらったんです、うん、今ちゃんと目の前の2人には受けてたからとりあえず良かったんだけど、うん、なんで現場で滑ったあのね空気飲まれたねそれっぽいこと言ってるからお前お客さんが良くなかったねあのそれね、売れない芸人の上等だよちなみにあの、はい、今回あの M1 グランプリ2023はね優勝者、皆さんご存知だと思うんですけど令和ロマンということで、ね、で、まあまあ、改めてですけど我らが高先生ね無事1回戦敗退よかった1回戦敗退でよかったよ、本当っていうかさ、これさ、ため息言う必要ないんだよ。もうみんな知ってんだよ。これ1年前なんだよ。まあそうだな。はい、というわけで、以上、M1 グランプリ出場ドキュメントでした。ありがとうございました。図星をさ、勢いでごまかさないで。